I saw her standing in the street alone. はい、皆さんこんにちは。レガッテドリブル塾、たくやです。今日はドリブルの初速を速くする方法というのを2つコツとして教えていきたいと思います。このコツを知ってれば、足が遅くても最初の初速、加速のところで速くできる方法になるので、かなり突破率っていうのは上がってくると思います。主にサイドで縦に仕掛ける時とかに使えるテクニックなので、ぜひ今日この動画を参考にして自分でも意識してチャレンジしてみてください。それでは早速やっていきたいと思います。はい、ということでまず一つ目の加速の方法として、軸足飛ばしをやっていきたいと思います。今日は両サイドで縦へ行ける加速の仕方をやっていくんですけど、まずは右サイド、これ右サイドのタッチラインでゴール向こう、右サイドの攻防っていうようなシチュエーションです。でここから縦に行くときに、まず良くない例として、この加速するときに左足がもう地べたについた状態、地べたについた状態からだと加速もしづらいし、絶対にボールが先に行くことになります、体よりも。そうなると相手ディフェンスも反応しやすくなるし、自分のスピードじゃ勝てない場合も多くなってくると思います。エンバペみたいなスピードだったらもしかしたらこれでも勝てるかもしれないですけど、僕はそんなにスピードがある方のタイプじゃないので、こういう工夫をしてなるべく相手よりも速く出るように普段から意識してます。何が大事かっていうと、この状態でスタートするんじゃなくて、縦にタッチする前にこの軸足を少し動かします。この時に動かすことによって少し入ることでフェイクになる。軸足をちょっと飛ばすことで、これ足がベタつきにならずにかかと少し浮かせることになるので、この何もステップを踏まない状態からこうやっていくのと比べても、足の形も次のボールに向かいやすい状態を作れるので、一歩目が確実にこっちの方が速くなります。ブラジル代表の選手とかも見てもらったら分かると思うんですけど、必ず縦に突破する前とか初速で加速するときに必ず軸足ステップを踏んでるのが分かると思います。最初のスピードが遅いときっていうのは、この反対の足が何も動かせてないので、ここからスタートするとどうしてもここで遅くなっちゃうので、必ず軸足を少しジャンプさせていけるようにすると、縦へのスピード、最初の加速が格段に速くなってます。なのでこの軸足飛ばし、ちょっとだけでいいので少し浮かすっていうことを意識して、でなおかつベストなのは浮かせると同時にもうタッチみたいな、イメージはそんな感じでやるとより加速しやすくなると思うので、ぜひこのポイントをまず一つ押さえてやってみてください。はい、続いての加速の方法は反発ステッププラス小指タッチっていうのをやっていきたいと思います。まず最初に行うのがこの反発ステップ、縦に行きたいとしたら反対側に踏むことを言います。状況としては、まあ、僕右利きで、今度は左サイドに位置した場合ですね、ここから縦に行きたいと、向こうに、その時にちょっと反対側に1回踏み込みを入れて縦に行くようなイメージです。でこれがあまりにもこうやってこんな感じに大きすぎると、ボールから離れすぎると次のタッチ遅れるので、踏んですぐ行くようなイメージでまず行います。次に大事になっていくのが小指のタッチ、踏んでも親指で触ってしまうと縦に体が向くまでにちょっと時間がかかってしまう、じゃなくてもう最初からおへそを縦に向けるようにするんですよ。そのままの走る動作に合わせると自然と小指でタッチする必要が出てきます。膝の向きをちょっと見といてもらいたいんですけど、こういう踏んだ時にこっからこう出てくると、一回膝が相手に向いた状態から縦っていう風になってきます。これだとやっぱり一歩目絶対遅くなるので、踏んだ後にもう先に膝を縦に向けておくんです。そうすると自然に小指タッチ、まあ、小指タッチでやるイコール膝も縦に向く、膝を縦にするイコール小指タッチになるっていう、この2つがちゃんと連動してうまく縦に行けるようになるので、ここをしっかり反発ステップ入れた後に膝を縦に向けるっていうのと、小指タッチでボールを運ぶっていうのを意識するとこういう感じになります。よく三笘選手が縦に突破するときに使ってるのよく見ると思います。絶対親指じゃないんですよ、もう小指で触ってます。なんならもう走るついでにボール触るみたいな、ボール触って走るじゃなくて走るついでにボール引っ掛けてスタートするから、より相手よりも一歩速くなるっていうところにつながる。なおかつ加速もこの反発ステップ入れることによって初速が速くなるので、ぜひこの反発ステップ2つ、さっきやった軸足飛ばしとこの反発ステップやると
両サイド行けますね。右サイドでも左サイドでも縦に突破できる、初速速くなるということにつながるので、ぜひチャレンジしてみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日は初速を速くする2つの方法ということで、軸足飛ばしっていうのと反発ステップから小指タッチっていうのをやってみました。ぜひ縦突破、初速を速くする方法として参考にして自分のドリブルでも活かしてみてください。今日この動画が役に立った、面白かったと思ってきたら、ぜひグッドボタンの方とチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time!